アイススパークファクトリー、アイスにスパークにファクトリー、盛りだくさん。アイススパークファクトリーの3本でお送りします。来週もまた見てくださいね。じゃんけんポン。戻れる？ほら、ほら、早速壊れるぜ。下か？これか？ここか？おお、ダメダメ。どこが下に行けるんだい？ん？どこが下に行けるんだい？早速見えてるけど、行き方がわからん。これか？あれ奥だよな。おいおい、もうやだだだだだ、しょっぱなからわからない。謎が解けん。なんかそれっぽいのない？じいさん、もっと手前から。うん、わからん。なるほど、迷っただけ無駄だったね。しかも壊れるやつだし、なかなかひどい仕掛けだ。恐るべきドラ。すげえ、超古代文明だ。やっぱディクシーかな。え、あ、そういう仕掛けなんだ。あいつ来ると電気通っちゃう的なね。で、逆にこっちはあの真ん中で電気通るから、このバナナに従うように進め。頼りになるわディクシーさん。まさかの紐まで。リズミカルに行こう。リズムに乗るぜ。上も下も怖いよ。これ上行けんの？まあそうだよね。ほう。で、じゃあ右。真ん中はよし、楽勝で上から降ってくんだよね。上に行くただ一つの方法。まずい。おお、かわした。結構長かった、びっくりした。しゃがめんでいいの？壊れる壊れる。おっ、あー、そういうことね。斜めにしすぎると電気通る。上ど安定だな。あ、痛いですよね。ここはちょっと難しかったからミスがあると思った。チロリロリロン、チロリロリロン、チロリロリロン。ここもピースありそうだな。難しいもん。はい、バナナコイン、安定のバナナコイン。とまあ行くんだけど、ウホ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 ウ、バナナコインわらわら。命をかけた結果バナナコインだなんて。余裕。
お、このステージも一発でいけるか。壊れるやつだ、壊れるやつだ、壊れるやつだ、壊れるやつだ。伸びると安心で、その間に行け。早くね、早くね、早くね。叩ける？叩けない。行く必要なかったの、ここ。命をかけろ。で、中間。よし。ピース揃っちゃった。で、最後。あれ、まだ N だな。こいつは安全に倒すか。意外に当たり判定が。当たり判定きついな、こいつ。正面から戦うには分が悪い。あいつ、そう、いてえ、無駄に食らってしまった。滑りながらか。足元が滑るせいで思いのほかスピードが出ないという。強いおじさん。装備2つしてるな、卑怯だな。こっちなんか裸ネクタイだぜ。よし、この滑りを利用した。失敗した。こら、叩くのをやめてローリングしないか。プレイが荒い。ぐだる前にちゃんと落ち着いていこう。こういう時じっちゃんがいればな。すでにぐだってる。ちょっと待って、さっき当たり判定なかったぞ。まさかここで。よし、届かないだろうね。よし、なんだ、あい、バナナさん、まあ分かってた、まあ分かってた。よし、まあ分かってたけどね。わらわら、しゃがむ。これあれか、上に戻らなきゃいけないのか。あー、無理だな。何もなかったっけ。いいか。揃ったからいっか。よっ、ちょちょちょ、早い早い早い、壊れるの早いぞ。まさかの手前だけ考えちゃダメなんだ。そしてここから、あ、またこっち来い。もうお前とは戦わん。まさかの笑と思ったけど、戦わないとしんどいな、これ。よし、とりあえず安全にぶっ殺して、バナナコインいっぱいゲットだぜ。ここちゃんと越えていこう。ちょっと急ぎ気味で、うん、この辺か。まあコンプいけてるよな。
チパチパチ。よし、オッケー。あとあと1,2,3プラスボスかな。メルティーボルケーノっていうか、すでにボルケーノっていうのかな、溶岩かよ氷のステージで。こんな氷のステージに溶岩がきっと俺を襲うんだぜ。あれ？なんか、あ、バナナの皮があったのに。上でもないし、壊せるわけでもなし。なんなんだあのバナナの皮。安定のピクシー。一緒に行くなら可愛い女の子の方がいいじゃないか。あ、壊してから戻れってか。溶岩だ。まあ合ってた。こういう時ディクシールド楽だね。わざわざ真ん中に戻らなくていい。ふう。にしても、なんという溶岩。ほらほら、俺が叩くと溶岩が出るみたいな感じがする。壊れる。氷と溶岩のコラボレーション。これひどくね？どうしようと。力づくが成功とも思えないし。あ、久しぶりアニマルフレンド。とこれ壊れるやつだ。これ壊したことで雪玉が転がって奥に足場ができてるな。もう溶岩出たまんまだ。ここあれか、素直にこうなった時に行けってことか。 OK 覚えた。やっぱ基本止まると死ぬんだよな。つわけで止まらずに行こうと。上はどうしようと。これか、戻るのか、もしかして。ほわ。ただ大したものではない。とりあえず、ラフルほど壊さない方がいいものもある。ダッシュジャンプをうまく助かるわ。ディクシー助かるわ。ダッシュジャンプ失敗したときにすごい便利。おう、とりあえず乗る。うん、迷うと死ぬか。こういうところにアイテムあったりするからな。大丈夫か。よし、ちょっと焦った。これは
乗ったらいいのか、あんまり意味なかった。やはりノンストップ。あ、走れ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 、やっちゃった。普通に踏んどけばよかった。よし、力士なし。あ、これは待つんだな。ポン、もうこれは普通に行こう。おお、滑る。ちょっちょ、迷ったらダメなんだ、ほんとダメだ。行くぜアニマルフレンド。はいよ、シルバー、ドン。ここはちょっと一旦ストップで、よし、迷うな迷うな、俺迷うな。よし、おー、よし、ちょっちょっちょい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 、どういうこと。あのペース間に合わないんじゃないの、どう考えても。わらわら、今の間に合わなくない、溶岩ギリギリ。ほう、ほう、ちょっと集中力が切れてる。仕切り直しだ、仕切り直しだ。おら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 、ほう、ここは通常じゃん。よっち、危ない。待つ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 、あ、さっきボタン押したから急に来たんだな。てかサイ出てんじゃん、はみ出てるぞ。はい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 、何ですかこれ。コング、ええー、ああ、怖いよー怖いよ怖い。下から溶岩来たら怖かったからすぐ飛んじゃった。ゆっくり考えてる暇なんかない。考えるんじゃない、感じるんだ。わあ、パチパチパチ。え、もうボス来ちゃったん？ってことは裏ゴールがあると考えていいのかだな。メルティーボルケーノ、ここから裏ゴールか、こっちっぽいよな、明らかに裏ゴール。なんつうかボスの前まで行っといて、いきなり回り道ってことはないと思うと、ここに裏ゴールありそうな予感。とりあえずせっかく行き直すんだったらこいつは使っといてと。あれ、コンプリートしてるな、ここ。俺何してるんだ、バナナコイン無駄にしただけじゃないか。
わらわら。はい、泣くことがない。お仕事なし。ただ画面下にいるだけの簡単なお仕事。そもそもここなのかって話ってのもあるんだよな。俺の勝手な予想だからな。裏ゴール、裏ゴール。これした後に戻るとか関係ない。とりあえずディクシーさんっすかね。一度クリアしてるコースなんて余裕だぜ。おお。問題は裏ゴールが合ってなかった時、ただ無駄に行ってるだけっていう。それらしき場所あったかな。コンボも無視していいからすごい楽だけど。問題はそれらしき場所があったかどうかという。一番の問題はそこだ。問題はそこだ。どこだ。ここの下は前行ったんだ。あえて下に行かずに行ってる。違うか。ここの上か。違うな。ここの上はもうさっき行ったな。奥の方にエネルギーが見える。この上か。この上怪しくない。この上怪しいな。あの足場のさらに左上。だとしたらどう行くんだ。あれがひっくり返る仕掛けがどこかにあるのかな。この上だ。で、上トゲあるんだもん。明らかに怪しいよな。としてもどうやって行くんだ。ディクシー連れてここまで来いっていう。自力で登ろうと思ったらダメージ食らわないと無理だな。あ、ダメージ食らっても無理だ。あの上行けそうなんだよ。なんかありそうなんだけど、パートナーなしで行く手段が見当たらないっていう。なんかあるよな。どうしろと。パートナーいるままここまで来いって言うんであれば、まあ、ダメージ食らわないように頑張ってくりゃいいだけなんだけど、そこまでして違うかったら結構悲しいしな。この上、この上。
もそもこの上に行く手段がここで、ディクシーないといけないもんな。そこまで鬼な設定か。いや、クランキーでもいけるのか。むしろクランキーだな、ダメージ食らわないから行くとしたら。だとしたらクランキーこの辺で取れるようにしといてほしいんだけど。多分クランキーのジャンプ力アップでもこの上いけるのかな。こっから先はもうクリアしかなかったよな。うん、ないな。とりあえずクリアしておこう。食らっちゃったけど。あ、10機アップとなると、慣れたらめんどくさいから、お助けアイテムクランキーを持って行ってみるか。そもそもお助けアイテムほとんど使ってないから、どういう風に使えるのかがわからない。とりあえず使ってみよう。ヒットポイントアップも使おうか。別にボス戦で使う気ないもん、そもそも。いきなり出るのか、自分が使いたい時に使えるのか、どうなる。うん、わ、強制的に使われた。個人的にはディクシーの方がいいんだけどな、行くまでは。ジャンプ力アップしてるから多分これであそこ行けるんだと思うんだが、まあやってみよう。これだったらクランキーはいらん。食らうのかよ、しっかりと。これどうなるんだろう。クランキー回復できんの。お、プラスもう回復できた。そう、まあ普段使わないアイテムを使ったある意味新しい。ちょクランキーダメージ与えちゃうじゃん、せっかくの安全のやつなのに。安全に行ってるな、我ながら。はい、こういう時にヒットポイントアップは役に立つぜ。これも、あ、なんていう意味のないこと、もう終わってる。高速自殺。はい、はい、戻ってきた。よし、わらわら。ここは上から行った方が。よっしゃ、あー、よし、助かる、じいさん。よし、来たな。行けたろ、これで。ここで食らいたくない。
おお。やばい。あそこで食らったのが痛い。ここまで来て失敗すると泣けるぜ。ジャンプしてしゃがむ。よし。まさか失敗した。よし。回復もあるし、ジャンプ力も多分届く。はあ、よし、合ってた。やっぱここだった。多分ディーディー、ディクシーどっちかいてもいけたな、これ。ディーディーは無理か、ディクシーならいけるかな。近場に仲間のバレルがないから結構ひどいな。昔のゲームって結構こういうとこ多かったけどね。さすが趣味屋さん。さすがだったらさっきの1回目で言っとくべきだったけどね。